その先にはトップを行く青山学院山内を待ち受ける人物がいた。それは15キロの給水ポイント。山内と同学年4年生の山下。まあ山内がお前最後やし、まだ箱根走ったことないなら、まあ俺んとこやってくれよみたいな風に言われて、大勢の中で、まあ、給水を、まあ、50メートルだけですけど走れるっていうのは嬉しかったですね。山内からは給水の時のリクエストが。いつも自分がちょっと笑わせるキャラなので、まあ、ちょっと面白いことしてくれよみたいな。とりあえず渡してその後に飲もうかなと思ってます。4年間三大駅伝への出場は一度もない。給水とはいえ箱根を走る姿を見ようと山下の両親も現地に来ていた。給水が終わりどうして？もう4年生で最後で、箱根に、まあ、給水ですけど最後の 50m、100m のそれを見に来ました。はい。どちらから？福井。福井から。はい。その瞬間が刻々と迫る。山内が15キロに差し掛かる。ほんのわずかな距離だが精一杯トムに寄り添う。走れなかった4年生山下優雅が今笑顔での給水。走れなかった右側山下優雅から同期最後に走れた山内健人へ水を渡す。 50m 笑顔です。走れなかった山下優雅笑顔、そして山内健人も笑顔、笑顔で給水を渡しました。どうでした？笑ってくれた？いや、もう飲めなかったですよ。忘れてました。忘れてました。最後ちょっとだけだよ。走る。よかった。両親のもとへ。父と母はどんな言葉をかけてくれたのだろうか。この姿を見に今日は来たの。